秘密基地大作戦白井秀作です。土屋光太郎です。スマホはほなみです。カットでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来たよ、来た。あ、共演初じゃない？初で、初共演。そうですね、初めまして。これがスタッフです。田中スタッフ覚えてますね。すごい。田中スタッフです。アメリカ出身の。アメリカ、アメリカ出身の。筋肉マンみたいだね。アメリカンアメリカとかね。これは。はい。というわけで、先輩とバカが二人並んでます。慰め合うな。前回、ツッチーがね、やりました。四字熟語クイズ。あれか。今回は。俺が答える側の一番端の白井くんが説明して3人で何の四字熟語かなっていうのを当ててもらうっていう遊びです。白井くん答えたからね。あれ、あ、そうそう、通知なのね。結構正解率がバンバン出てた。だから説明もいけんじゃねえか。いや今日ワールドだね。あ、そうっすかね。ちょっとルールアップ。ルール説明します。例えば一石二鳥って聞いたら、まあ、一石二鳥入ってないけど、その1とか2とか鳥とか使わずに、説明すると、要はここに入ってる言葉を使ったらアウトですよっていうゲームですね。はい、それをだから英語とかは大丈夫です。ん、あ、英語大丈夫なんですか？あ、でも直訳はダメだよ。だから一石二鳥で言ってワンストーンツーバードとか言ったらぶん殴るから。それはダメ。英語なんか使ったら難しくなっちゃう。そうね。英語でもアメリカンアメリカが英語入ってる。確かに。ネイティブに。私いるとやりづらいですか？大丈夫？大丈夫？いや大丈夫です。多分賑やかしてるから大丈夫。はい、じゃあ引いてもらいましょう。じゃあ行きます。ではもう行きます。ゲームスタート。すごい。本当の意味が合ってるかどうかちょっと置いといて、それっぽい感じ使うのよ、この感じを。あのね、難しいな、これ。難しいでしょ。自分の気持ちをさ、もう自分の気持ちをこう、行くわけよ。自分の気持ちこう頑固な感じだよね。頑固な感じ、頑固初子貫徹。すげえ。すげえ。マジで。すごい。嘘。初子貫徹。すごいですよね。大丈夫ですよ。大丈夫。大丈夫。よくわかったね。自分の気持ちを行く。なんかあれなんだよね。こう白井くんの言葉をこうフィルターで自分の中でこうだいぶこしてってね。こしてって残らないぐらいこしたら。初心貫徹でした。すごい終わったからね。あと、もしかしたらあと2個ぐらいいけるかもね。最速や、はい、これ、俺、秀作危ないなと思ってたやつなんで。これ危ないですね。ゲームスタート。これはね、なんかせわしない感じだ。せわしない。せわしない。せわしない感じ。せわしない。せわしない。うおさお。すげえ。すごい。マジか。マジか。何本いける？全部、あの紙全部いる。テレパシー禁止だよ、テレパシー禁止。いやいや、全然来なかった。来なかった。全然来なかった。すごい、一切やらせなしですよ。で、スッチーは、このカード何が書いてあるかももちろん知らないから、俺がこれ一人で書いてるから、すごいね。すごい、やばい。なんかね、やばいっす、やばいっす。あれ、全部解いてほしい。解いてほしい。多分、普段から言葉が足らないから、俺は保管する。保管が上手になってんだよね。なんかこんなこと言いたそうだなみたいなね。こっちの二人仕事して。ごめんなさい、ごめんなさい。質問していいからね、どんどん。はい、ゲームスタート。これもね、ちょっと本当の意味はちょっと間違えてるかもしれないんだけど、はい、これはなんかね、ちょっとこれは頑張ってる感じなんだよね。頑張ってるね。頑張ってる感じだ。頑張ってる感じ。一生懸命ですか？そう、一生懸命。違う。
違う。一生懸命さは出てる。出てる。これも言ってしまえば世話しない感じなんだ。世話しない。頑張ってるんだ。頑張ってた世話しない感じ。そう。世話しなく頑張ってるんだ。こうでもこうなんだろうこう湧き上がるような。情熱。違う。四字熟語だっつってんだろ。情熱。二字じゃねえか。二字熟語だよ。頑張って湧き上がる情熱じゃねえんだ。頑張ってるなんじゃ。それしか言わない。頑張ってるは言っても怒られないと思ったからそれで攻めようって。ゲップの感じが頑張ってます。頑張ってて世話しない感じ。ああ。せっせか。なんだその四字熟語。どういう感じ。書いてみろよ。漢字は。せっせか。でも文字数的にはありそうだよね。せっせかで多分二字だよね。せっせかだよね。あと動物の文字が入ってる。動物の文字。動物。なるほど。いい品。コスタ。コスタ。ああ違う。あれ。あれだよ。あれです。イノシシのやつ。なんだっけ。何。いいよこれいいよ。そういう感じ動物のやつで動物のやつ頑張ってる感じ。頑張ってて世話しない感じ。動物の文字が入ってる。大きい動物ですか。あそうだね。まあそうだね。なんだっけ。わシシフンジ正解。なるほど。シシですね頑張ってて世話しなさい。確かに世話しなさが俺ちょっと分かんなかったけど、もう一個くらいちょっと行ってみようか。おおすごい。じゃあこれがまた用意してこないと。あはいはいはい、ね、2人のさこの気持ちの通じ方がねすごいよね。なんか俺変なこと言ってた。いやでもねヒントよく当たった。流れが良かったよ。よかったわかった。イノシシトラと来て、おおイエイイエイイエイ。ゲームスタート。焼肉これはねまさにこの状態。まさに意気投合。違う。あでも近い意気投合で。あでもなんか近い異色のまさにこの状態。この和気あいあい。違う。なるほどね。そうでもジャンル的にはそう。ジャンル的にはこうなんか雰囲気を表すんできっと。あ先輩後輩あります。先輩後輩っていう字熟語。違います。質問です。あ先輩後輩はありきですか。それもあるし。もある。そのなんだろう。あれはある。言うなよ。言うなってことは言いそう。今言おうとしたよ。今空気を刺したよ俺は今。先輩後輩ももちろんあるし。はい。別の関係でもあるし。別の関係。でまさに今俺と土屋くんがやったような。状態のことです。一心伝心。あ、いや、これ出すと思ったんだよね。これ来るぞ。こういう感じで。そういう感じですね。あ、一色する感じじゃない。なんだ。今土と水沢君割と仲いいと思うよ。一色疎発してない。まさにこの感じ。どんだけピリピリしてんだよ。和やかだよ。違います。まさにこの感じ。まさにこの感じとはちょっと違うと思うよ。俺は。ちょっと違うと思う。まさにこの感情だから一心伝心だよ。そうですね。なんだろうちょっとなんか違う角度から。なんだろうそのなんだ。何にもねえじゃん。いやこれ漢字言っちゃうんだよなこれ。漢字言ったらグーだよ。この感じで。おっストップ来た。え来てないぞ。いっいって言ったからなんか言うのかなと思ったら。今いつ火災まさにこの状態。2分2歳でそうしたら。なんだ、まあ、先輩後輩もあるよね。確かに火災ね。夫婦とか夫婦とかさよくそういう意思疎通。違う。相思相愛。違う。情報時代あと1分にしようかな。そういう感じだよね。なんかエヴァンゲリオンとかさ、おそういう感じの雰囲気があるよね。エヴァンゲリオンみたいな雰囲気がある。ああいいヒントだ。いいヒントだね。
エヴァンゲリオン。いやいやいや。とか。シンジ君と初号機の感じだよね。そう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 。あ、え？シンクロしてる。一心伝心。さっき言った。さっき言った。一心。さっき言ったよ。一心伝心。あ、なんか一つになる的な感じだよ、多分。一つになる、一つになろう。なんかこう、一つになる的なやつだよ。一度、一度。レイ。あ、あほら、あれだよ。な一緒一緒一緒。こう、なんか二人一つに。ゆうご。四字熟語だって言ってんだろ。答え言っちゃうよ。言っちゃうよ、答え。あ、これ悔しいわ。そうね、そうだよね、それで。さっき今もほぼ答え言ってるよ。え？待って今さ、待って今さ、今こうなるやつでしょ。こうなるやつ。そう、それ、それを四字熟語で言うと。一緒になることを。うん。それを四字熟語で言うとね、ね、そうだよね。それを四字熟語で言うんだよ。それを四字熟語で。ああ、待って。これもみんな分かってんだろ。みんな分かってるよ。みんな分かってんだ。これこっちもみんな分かってる。来てるよ。いやいやいや、ちょっと融合みたいな。いや、うるさい。うるさいって言われてましたね。もう、うるさいって言われてました。こう来るとね、なんかこうスタコが一心伝心言った時もスッと出ると思ったんだけど、一心伝心言ったらここもうすぐだと思ったんだよね。一心、あー、なにこれ、一心同体だ。一心同体正解。まだ見てない。変わったことやった。融合はしなくて融合はしない、遊戯王みたいなエヴァンゲリオンでしょ、まさに。確かにね、一心同体ね。一緒に答えられたってことでいいんですよ。スタッフが意外と役に立ってたんですよ。本当ですか。ヒントね、ヒントだ。いい解釈をして返してくれる。ホラミがすぐに二字熟語言うからちょっと途中でうるさいって言われたけどね。融合。いや、そんな感じかな。いや、そうです。融合じゃないよ、多分。なんだっけ、せっせかせっせか。せっせかせっせか。四字熟語。一緒に作ってくろう。せっせかせっせか。というわけで、四字熟語こいつでした。ありがとうございました。最後までご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。